田辺清田辺清は日本の元プロボクサー。青森県青森市出身。1960年ローマオリンピックのフライ級銅メダリスト。不運な判定により五輪金メダルをかけた決勝進出を妨げられ、プロ転校後は技術とパワーのバランスの取れた逸材として世界王座を職望されたが、世界挑戦を前に網膜剥離を発症し無敗のまま引退。 1958年、青森工業高校でボクシングを始め、高校日本一となった。中央大学に進学。大学でアルバイトをしながら、競技に打ち込み、国内タイトルを総なめにする。2年後輩に1964年、東京オリンピックバンタム級金メダリストとなった桜井高雄がおり、公式戦では二度戦い、いずれも田辺が勝利。1962年の、 第17回岡山国体では、青森代表の田辺が階級を上げて、バンタム級で出場し、千葉代表の桜井にポイント勝ちを収めた。この試合は田辺にとって120戦のアマキャリアで、最後の試合となっている。1960年、ローマオリンピック、フライ級で、銅メダルを獲得。卒業後は、日韓スポーツに入社するが、半年で退社。プロ転向を決意する。 1963年12月4日、田辺事務所属でプロデビュー。1965年10月25日、14戦目で日本フライ級王者なガワわ赤氏に挑戦し、10回判定勝ちで王座を獲得した。同王座は2度の防衛に成功した。1965年からの2年間、田辺のトレーナーはボビー・リチャードが務めていたが、 あとに、韓国初の世界チャンピオンとなる、金はじめしを育てるため、韓国へ渡り田辺の下を離れてしまった。代わりのトレーナーとは相性が合わず、1967年2月から、エディタウンゼントが、田辺のトレーナーとなる。同年2月20日、ノンタイトル10回戦で、当時の世界フライ級王者、オラシオ赤羽寮に6回 TKO 勝ち。 同王者との世界王座をかけた試合も決定していたが、右目に網膜剥離を発症。2年間の手術療養の斐なく失明し、無敗のまま現役引退。田辺に代わって赤羽良の世界王座に挑戦したのは帰り先を目指したエベ原博之であった。網膜剥離で世界戦が実現しなかったため、田辺がエディに教わった期間はわずか20日間だけであったが、 二宮聖潤が2011年に行ったインタビューで、田辺はエディとの出会いを一番のラバですよ。難攻不落と言われた赤羽漁に、エビラ、鉱山でも勝てなかった赤羽漁に勝たせてくれた。この感謝の気持ちは言葉では言い尽くせないね。エディさんの教えは今でも心の中に深く染み込んでいますよ。と10している。一方、多数の名ボクサーを育てたエディは、 生前、一番かわいそうは田辺ねとたびたび語っていた。ありがとうございます。